もう一度テレビに戻りたい。芳賀健司が沖縄で実業家に転身、偽装離婚と言われた元妻との本当の関係を告白。いろいろあり、お互いの道を選択してもう20数年、略あなたは女性たちの指針であり目標。家族のために、ファンの方々のためにも絶対に負けないで。戦いは苦しいけど必ず勝ちます。頑張って。原文ママ、先日病を公表した有名モデルで、かつてのパートナーに自身の SNS からエールを送った芳賀健司さん62。1980年代にバラエティ番組森田和義アワー笑っていいとも、フジテレビ系の3人組番組アシスタント、いいとも青年隊の初代メンバーとして人気を誇った。ところが2007年、詐欺罪、恐喝未遂罪などで逮捕され、2度収監されることになった。その芳賀さんが、このところアベマの配信番組、愛のハイエナ2で41歳年下の女子大生とカップリングが成立し、改めて注目されている。芳賀さん、出所後はどこでどうしていたのか。沖縄、北谷にある美浜アメリカンビレッジのカフェで話を聞いた、前後編の前編。ここは僕の行きつけのカフェ、従業員もみんな顔見知りで、僕の仲間、友人が自然と集う店です。自宅もここから車で5分くらいのところにあります。僕が生まれ育った小座市、現沖縄市、小屋からも車で10分。学生時代にはよく自転車で来て海で釣りなどを楽しんでいた、馴染みの場所なんです。芳賀さん、とてもリラックスした様子だ。よく日焼けして、白いあごひげがおしゃれだ。2021年9月に2度目の出所を果たした後、沖縄を拠点にしているんですか？2011年に保釈された時に、家族4人で東京から北谷に引っ越してきました。こっちには僕の高齢の母親や親戚、友人がいますし、すべて終わるまでは芸能活動もできないと思いましたから。入っていたのも沖縄刑務所で、出てからもずっとこっちにいます。すぐに芸能活動で忙しくなるわけではありませんから。それに見てください、この青い海。最高でしょ？今の僕にここを離れる理由はありませんよ。